はい、皆さんおはようございます。2018年2月の7日、朝の4時です。よろしくお願いします。この枠はすべて狐コメント、匿名コメントになりますので、ご自由にコメントを書いていってください。よろしくお願いします。今ふわっち見てたけど、大手配信者が軒並み寝ていたので枠を開きました。1ゲット。はい、お疲れ。狐枠の方が盛り上がる配信者って珍しいよな。狐って普通嫌がるんだけどね。狐の方が楽しいわ。みんなおはよう。もうさすがにね、寝てる人が多いだろうけど。終わったと思ってた。いや、作業、郵送作業をやらないとなと思ってて、ステッカーの郵送をやったんですよ。で、終わった後配信見てたら、なんだこれやと思って、中西マンがトップと思って、これはひどいと思ってさ、これはひどいと思って、で、中西マン見てたんだけど、全然面白くなくて、あ、これは多分、リスナーさん辛いだろうなと思ってさ、それでね、字幕を開くことにしましたよ。さっき閲覧トップの段階でやめてたからビビった。あんまりね、もう閲覧トップでも何でもね、あんまりもう気にしなくなってきたね。正直もう閲覧数も少なくていいのよ。もう稼げなくてももうしょうがないのよ。もうね、だんだんね、楽しけりゃいいやになって、好きだからやってんだよっていう。好きだから配信やってて何が悪いんだっていう。もう、そりゃ、閲覧有名になりたいよ、俺だって。金も稼ぎたいよ。いい思いもしたいですよ。でもね、俺が願ったところでそんなん手に入るもんじゃないんだよ。楽しみたいの、楽しみたいの。ああ、そうなの？ありがとう。俺は楽しくやりたいの。俺、キツネで散々ブロックされたんだが。いや、でもコメントが良くなかったんでしょ。書く内容が良くなかったんでしょ。でもまあ、ブロックするのもやめたよ。まあ、いろいろ考えてやってるよ、俺も。いろいろ変わっていってるよ。日々変わっていってる。まあ、いい意味で開き直ってきたかな。稼げなかったから。いい意味で楽しもうって、配信を楽しもうってなってきた。もともと3年間食えてなかったんだから、なんてことはねえよ、貧乏ぐらい。なんてことはねえ。お疲れ。もともとね、みんなでね、貧乏人が集まって楽しんでた枠だから。まあだから、ふわっちの存在が配信そのものをだいぶ変えたよね、考え方を。稼げるっていう、ね、稼げるのっていう。稼いでいいんすかっていう。でも本来はもっと早くニコ生が導入するべきだったんだよ。だって、こんだけ何十万人と見てるわけじゃん、サイト単位で言ったら。それで、コンテンツホルダーにお金が払われないっていう考える方がおかしいんだもん。そう思わない？本来さ、何十万人、何百万人という見てるサイトで、コンテンツホルダーでコンテンツを提供してる側にお金を渡さないっていう方がおかしいもん、どう考えても。だから、ふわっちが真っ当だったんだよ、考え方が。最後のチャンスだったろうね。もうこれから課金サイトできてもあんまりうまくいかないと思うよ、後者は。ふわっちはだいぶ経営うまいと思う。のんちゃんのことブスっていうの、よっぽどいい女なんだろうね。よっぽど美人で、よっぽどスタイルいいんだろうね。
のんちゃんのことブスっていうやつさ、俺リスナーさんとほら LINE とか交換してるけど、お前の方がよっぽどブスだわっていうのいっぱいいるけどね。あ、よっさんもなんか作るらしいけど、もう遅いんじゃないの？別にふわっちでよくね？ふわっちでよくない？よっさんが作る必要あんの？サイトを。なんかうまくいかないような気はするんだけどな。なんか新規が取りづらくなるから、配信者がダメになっていくような気はしなく、まあないと思う。で、取ったりしないから安心しろ。いや、そういうのは心配してない。別に俺は浮気とか、なんだろう、不倫とか、正直好きな女と好きな男はくっつくだけだっていうのが思ってるから、いいんだよ、本人が良ければ。いい女といい男がくっつくだけだから。のんちゃんが他にいい男見つけたら、要はそっちといた方がいいに決まってるな。で、のりこは俺のこと世界で一番好きだって言ってんだから、俺と一緒にいるべきだっていうふうに考えてるよ。顔シュッとしてきた。まあ、1ヶ月通ってるからね。いや、もう恋愛はもう若い時散々大失恋してきたから、もういいのよ。もういいの、いいの。もうやり尽くしてきたから。のんちゃんいい子だよ。だって冷静に考えたらそうでしょ。いい男といい女惹かれ合ってる人がくっつき合うだけじゃない。で、そのうまくいかないっていうことは、まあお互い付き合ってたとしても、もう別れるべきだったって考えるべきだと思うよ。うまくいってないんだから。ましてや、もうこれだけ人と人とがつながりやすくなってきた時代なのにさ、無理でしょう。だからインターネットの普及率と浮気の率ってなんか類似してるとか言うもんね。これ別に恋愛うまくないよ。恋愛下手だよ。なんで俺が恋愛うまいと思ったの？恋愛うまくないよ。それはそうだけど、嫉妬するもんよ。自分の好きな女がイケメンとくっつくと。あ、まあ、そりゃ嫉妬はするけど。まあ、それも人生じゃん。だから、ねえ、木村拓哉に生まれたいっつっても生まれ変われるわけではないし、収入高いやつに取られたら悔しいだろうけど、それをどうにかするのが人生でしょ。結婚してても人間のことを俺は拘束なんてすることはできないと思ってるね。できるの？できないでしょ。だから拘束しようっていう欲が結婚っていう制度そのものだと思ってるから、俺は何だろう、結婚に意味なんかないと思ってるけど、ただ法的にその罰則を規定してるだけだから、相続の義務と扶養の義務だけでしょ。要は金じゃん。バカバカしいでしょ。自分で稼いだ分と自分で持ってる金自分で使えばいいじゃん。俺はベンチ普通にね、俺の稼ぎのんちゃんに渡すとか、俺に資産がないから、のんちゃんも別に狙ってないし、俺も別にのんちゃんからお小遣いもらってるわけじゃないからさ。いや、笑っちゃうよね。収入イコールいい男って。いや、ほんと笑っちゃうよ。でも、まあ、世間一般では収入で決める人って多いと思うけどな。俺は全然、その収入とか、容姿とか、性別とかじゃなくて、フィーリングだけで決めるから、一緒にいて心が安定するかどうかだけで決めるからね。要は合うか合わないか。俺を言いまかして何が得があんの？リスナーさんに。リスナーさんに得がないでしょ。俺のこと言いまかして。言いまかしたいなんて思ってる人いないよ、俺のこと。おはようございます。世間は収入と美醜にこだわっちゃってるね。それがまあ本質だからな。要は飯取ってくるのかっていう野生的な、要は動物に見えるね、俺は。
美醜と収入にこだわってるって、飯を持って帰ってくるのかっていうことと、美しいかどうかだから、動物でしょ？動物。動物の考え方だと思うよ。いやーもう花火はね、ドカンと上げてもらおうと思って。これあんま見た目とか気にしないもんね。女性の見た目とかあんま気になんないね。気にしてもしょうがなくない？なんでそんな気になるのかな。 顔より収入なのかわかんない。人によると思うよ。いや、本能のままでしょ。動物でしょ。若い女がいいとかも動物じゃん。だから若い女を追っかけてる男の人って嫌われるのそこでしょ。動物じゃんって、猿じゃんって思われてるわけじゃん。いや、俺は本能を乗り越えていく作業が人間らしさだと思ってるけどね。そう思いません？せっかく人間に生まれたのにもったいないよね。若い女は何がいいのか全然わかんないよ。閲覧大丈夫かよ。閲覧気にしてない。閲覧大丈夫かよ。大丈夫かな。どうだろう。配信者よりリスナーの方が閲覧気にするよね、実際。お酒やタバコをたしなめるの人間だけだな。人間主義。人間は欲深いよね。本能だけだと人間の皮をかぶった動物。そう思う。おはよう。閲覧大丈夫かよって、閲覧減ったところで何かあんの？配信者が本能をむき出しにすると終わるだろう。おはよう。花火ありがとう。おはよう。おはようございます。はい、ハート花火ありがとう。今何キャンペーン中のハート花火の。おはようございます。猿とネアンデルタールの掛け合わせ。いや、どうなんだろうね、人間ってね。突然変異なんだろうけど、でもね、俺ね、言ってないだけでね、家系の頭の良さって人間今でも残ってると思うよ。差別になるから言わないだけで、本当は脳とかって勉強すると分かるんだけど、なんだっけ、実はね、そう、頭の良し悪しって勉強じゃないんだよね。ハート花火、普通の花火と一緒よ。限定アイテム、多分ハート花火発売されてるんだろうね。あるだろうね。でも差別になるから言えないだけでさ、実際さ、頭がいい人とか DNA がいい人って、顔も良ければ頭も良ければさ、性格も良くてさ、で、もう勝てないんだよね、どう考えても。
そういうもんなんでしょう。あれ、ハート花火って売ってないんだ。ハート花火売ってねえな。もう終わったの、ハート花火。販売してないね。まあ人間は脳だろうね。脳が異常に進化した生物だから。死後の世界は俺はね、ないと思ってる。俺の考えだと。あのね、勉強だけっていうかね、勉強が頭の良し悪しだとは俺あんまり思ってないよ。記憶能力だから。要はその与えられたテキストをどれだけ覚えられるかっていう勝負をしたところであんまり実社会では役に立たないと思う。まあ、役に立つんだけど、それが100%求められてるのが実社会じゃないと思ってるね。非の打ち所ないやつっていうかね、あのね、スポーツマン見てみるとわかるけど、あの運動神経いいやつって顔がいいんだよ。で、運動神経いいやつって頭良かったりするんだよ。だからね、実はね、顔の良さがなんで女の人が顔がいい男、男は顔がいい男って DNA の本能レベルでね、こいつ頭いいなとか運動神経いいだろうなっていうのが、勝手にこう考えてるんだろうね。自分の系統は頭いい、運動神経いいって話につなげたいの。何を言ってんの？最後まで聞きな。ADHD だから生きるのが厳しい。おお、でもそういうふうに生まれてきちゃったからな。それで幸せになる方法を考えるしかないんじゃないの？俺、のび太はバカだと思わないけどね。俺はのび太はバカだと思わない。のび太は結局問題解決してるからな。のび太のすごいところって、何もできないわけだ。だけど、彼の最大の功績は何もできないからドラえもんを作るんだよ。わかる？だから、ドラえもんってのび太自身なんだよね。のび太自身。前科があるの事実だからね。あるように見えるか見えないかじゃなくて事実だからあるんでしょう。まあ人の人生にはいろいろありますよ。いや、ドラえもんが壊れるのかな、最後。で、大人になったのび太がドラえもんを開発するんだよね。そう。で、過去に送り込むの。だから作ったのはのび太なんだ、ドラえもんを。だから未来から来たのは事実なんだけど、未来から助けに来たんだけど、送り込んだのは未来ののび太だよ。そういう話だよ、ドラえもんって。なんか植物人間説っていろんなのやんじゃん。クレヨンしんちゃんはミサエの夢だとか、植物人間だとか、もう死んでるとか。なんかそれってさ、一般人が、その物を描けない一般人がの発想だと思ってる、俺は。夢落ちっていうか漫画だからね。漫画の時点で夢落ちと何ら変わりないでしょ。現実になってないんだから。漫画だから。漫画です、漫画。
俺は別にバイセクシャルとかホモの人を別に否定はしないよ。いろんな生き方があっていいんじゃない。人類の10%はセクシャルマイノリティだよ。意外と多いんだよ。カニバリズムはそんなにいないだろうね。でもカニバリズムは俺は良くないと思ってるね。やっぱり狂牛病問題とかもそうだし、動食の生物を食べると脳に異常をきたすっていうのはよくあることだから。まあうまくプログラムされてるんでしょ。同時に食べないようにっていう。人間の肉ってだけどうまいって言うよな。アナルバージンではないですよ、僕は。白豚、黒豚っつってね。日本兵も食べたっていう噂だよね。部下の肉を食べたって。アナルバイブ入れられたの？自分で入れたね。ピンクローターだけど。本来はさ、生物なんてさ、どんぐり拾うとか食料探して一生終わって、たまに一生に一回パートナーが見つかって子供できたら勝ちっていうゲームだけどさ、農業革命でさ、要は人間っていうのは食料の飢餓を乗り越えたところから進化が始まってるっていうふうに俺は考えるのよ。だから要は生物として暇になったんだよね。生物として。いや、うまいんじゃないの？うまそうに飲むっていうか、食い物をなんで食うのかってさ、うまいから食うんでしょ。犬食う文化ってあるでしょ。うまいから食ってるんでしょ。理由なんかないでしょ。たまたま日本人食わないんだけど、日本人だってクジラ食ってるじゃん。で、海外からするとありえねえって言われるわけじゃん。クジラ可愛いっていうところから。人の国にさ、その文化とか国にさ、その何々食うとかありえねえとかさ、内政干渉してくんの良くないよね。何食う方が別に勝手だろうって。日本人が何食おうが、アメリカ人が何食おうが勝手だよね。お疲れ様です。ご苦労様です。
まあアメリカはね、牛タン食わないから日本人が食ってるわけだからね。うまいじゃんね。お金なくなった。久しぶりかどうかはごめん。狐枠だから誰だかわかんない。アイテム投げてくれたら俺誰だかわかるよ。基本的に最近狐やってるから誰が誰だかわかんないんですよ。久しぶりかどうか。もし俺に誰か教えてほしい人は、私だよって。メガホンでも風船でもいいから。まあ欲望の連鎖だろうね。偏見とかないっつうか、別に恋愛に性別も国籍も肌の色も年齢も関係ないと俺は思ってるけど、年上のね、女性と付き合ってはいけませんっていうルールは誰が作るの？俺が好きな人と一緒にいて何が悪いのか分かんねえわ。俺は全然お金持ってないよ。去年も生活保護だったよ。そうそうそう、平和だなんだっつっても100年もないよ。70年でしょ。でも日本じきに戦争起こすと思うけどね。戦争起こすのか戦争起こされるのかわかんないけど。こんだけね、格差社会が広まっちゃったら、資産格差がすごいからね、日本は。1800兆円のね、眠ってる資産がある国だからね。生活保護抜けたのは去年だね。ね。中国かな。確率はまあ高いよね。まあ近隣だと思うけど。まあそういう時代だからね、キングダムの時代はね。1800兆眠ってるっていうか、動いてないからね。そうだよ。日本はだから世界一の現金保有国っていうか、実はその GDP は世界3位なんだけど、その、なんで海外が日本のマーケット取りたいかっていうと、その眠ってるお金がとんでもないから。あと、そのビットコインとかも語弊があるけど、80%ぐらい日本人がやってんだよね。よく中国がって言ってるでしょ、ビットコインって。80何パーセント日本人がやってるんだよ、ビットコインって。景気が良くならないんじゃなくて、お金が回ってないだけ。世界で一番その現金は保有してるんじゃないかって言われてる。だから簡単に言ったら、もうこれから死ぬお年寄りがお金を使うサービス、まあ年取ったら良くなくなるじゃん。だから預金しまくってるとかそういう段階だよ。和道さんは何に一番お金使うの？生活費だね。生活費で全部飛んでるから、生活するだけ。飯食って、電気代、光熱費とか払って、家賃払って、移動して。まあまあ、羽振りが良かった頃は沖縄行かせてもらったけど、まあ半年間食っていくのに精一杯かな。ただ食ってってるだけだね。夜間売ってないよ。生活保護費を下げても、俺はなんか2兆円なんですよ、生活保護費って。で、医療費に2兆円かかってんのね。トータル4兆円生活保護にかかってるんだけど、年金に11兆円か税金を投入してんの。要は年金徴収した分以外で11兆円を税金から投入してんの、知ってる？みんな。
だから普通に使われてる生活保護費の5倍がお年寄りに使われてるの。で、さっきも話したけど、お年寄りって一番金持ってるんだよ。だったら年金なんて制度やめて、お金回ってない人に配った方が良くない？俺生活保護を叩くの良くないと思うんだけど。あ、養って。花火で養って。アイテムで養って。底辺が働きたいとか経済活動に参加したいって思わないと厳しいよな、ちょっとな。数字間違ってる。何が間違ってんの？アイテムは嫌なんだ。じゃあ俺とは考え方合わないな。不正する人のせいで生活保護がナマポイコール悪者みたいになった。印象操作でしょ、あんなの。どうやって生活してんの？いや、働いてる。一生懸命働いて生活してる。T シャツ寒くないよ、大丈夫だよ。アイテム投げない女の人が尽くす方ってどういうことよ？ アイテム投げないっつって、アイテムちょうだいっつって、アイテムは投げないって言って尽くす方ってどういうこと？尽くしてねえじゃん。 尽くしてねえだろそれ。きつねわけ、あ、アイテム投げた人だけはわかるから、俺がコメント打ってるよっていうのを、要はそのコメントが誰が打ってるか分からせたい時、アイテム投げるといいよ。アイテムにコメントつけるといい。いや、そうでしょ。アイテム欲してる男に対してさ、アイテムは投げないけど私尽くす方だと思うよって、尽くしてねえじゃんってなるでしょ。仕事してますよ。配信は働いてるのとは違う。俺はそうは考えないな。なんでそう思うの？配信は働いてるのと違うの？俺はそういうふうに考えないな。どうしてそういうふうに考えるの？だって前にたくさんアイテム投げて尽くしたけど裏切られた。それは俺じゃないでしょ。俺じゃなくない？それは。他の男と俺を比べないで。他の男がそうだったからって俺にそうだっていうことはないでしょ。まあいいんじゃん。30号さんが自由に考えればいいんじゃん。あ、おいこら、応援してます。ありがとうございます。現在、アイテム投げなくて彼女になったら尽くすって、それ本当に和道さんを好きですか？本当だよね。もうあんな思いしたくない。じゃあ投げなきゃいいんじゃん。じゃあ投げなきゃいいんじゃん。裏切るって何なんだろうね。期待に応えなかったってことかな。そもそもアイテム投げるって見返り求めるもんじゃいいんじゃ。そうだろうね。チップだろうね。
大好きです。毎日和道さんのこと考えていろいろしてます。お前よ、ババアよ、いろいろしてんだったらお前花火ぐらい投げろよ、この野郎。なんだいろいろって、和道にしてんだろお前。和道でオナニーしてんだろてめえ、この野郎。ただでなんで見て俺でオナニーしてんだ、この野郎。おい、てめえ、俺でオナニーしたかったら花火でも投げろ、この野郎。ふざけんじゃねえよ、ババア。おい、そらそうだろ、お前。何がいろいろしてますね、毎日考えて。おい、人のお前よ、肖像権を侵害しておいて、踏みにじっておいてよ。ふざけんじゃねえよ、この野郎、ババア。いろいろやっていいけど、花火一個ぐらい投げてけよ、この野郎。いや、お前ふざけんな。楽しい配信の代償だろっていうのはわかるよ。それはわかる、42号さん。このババアはいろいろ和道さんで毎日いろいろオナニーしてますって言っといてよ。なあ。ババアオナニーして花火投げねえとか、お前ふざけんじゃねえよ、この野郎ってなるだろ。いや、ふざけんじゃねえよってなるだろ。俺が言ってんの間違ってるか？何がお前毎晩いろいろしてます？ふざけんじゃねえよ。何が無料オナニーじゃねえか、お前。ふざけんじゃねえよ、マジで。それでお前よく俺と付き合いてえとか抜かせるよな。花火の一発ぐらい投げろよ。それが礼儀だろ。しょうもない。いや、そうだろ。どれと一緒にすんねん。俺間違ってねえだろ。よく付き合いたいとか抜かせるよな。何が尽くすタイプだよ。しょうもねえ。リスナーは視聴者ね、奴隷じゃないよ。まあ、人のことをおかずにしといてよくそんなこと言えるよな。気にすんなよ。オナニーの分だけ花火投げるとしたら何発になるのかだけ答えてくれ。30号さん、投げろとは言わない。花火何発分オナニーしたのか答えて。それだけ。要はな、1回につき花火1発の制度だから、うちは。何発なのか、花火何発分オナニーしたのか答えて、30号さん。いや、本当にごめんなさいじゃなくて、何発分オナニーしたのか。72発？お前、ババア、本当にいい加減にしろよ。結構やってるじゃねえかよ、お前よ。3発分だったらお前我慢してやろうと思ったら、72発も俺でオナニーしてんのか、お前。おい、いい加減にしろよ、35。72発分？お前よ、ほんと、どうしようもねえな、こいつ。72発もオナニーしといて、よく花火投げませんとか言えるよ、本当に。そういう流れってなんだよ。お前にオナニーさせる流れなんかねえよ。しょうもない。どうしようもねえな、本当に。どうしようもないよ、本当。はい、おはよう。いや、もうほっとくしかないでしょ。付き合いたいとか二度と抜かすなよ。付き合いたいとか二度と抜かすなよ、本当に。嫌いにならないでとかよく言えるな。人のこと32回もおかずにしといて、よく言えるよな。はい、みんなおはよう。病気だよ、病気。72回もオナニーしてんの？72回もお前俺でオナニーしてんの？しょうもない。じゃあ分かったよ、ババア。100歩譲るよ。年齢は何十代か書けよ。
まあ、20代とか10代だったらいいよ。しょうがない。若気の至りで72回もオナニーしちゃうだろう。年齢は何十代なんだよ、35。年齢はいくつだよ。いや、若いならもう許すよ。若気の至りで。年齢何十代だ。いや、しょうがないでしょ。もう花火投げないって言ってんだから。いくつなんだよ。何十代なんだよ、35。今年3、てめえ、ババアこの野郎、いい加減にしろよ、36にもなって、ババアてめえ。36でお前72回も、お前ふざけんなよ、本当に。ババア、いい年じゃねえかよ。働け、この野郎。ババア、おい。36にもなって72回もオナニーして、花火一発も投げませんだと、この野郎。しょうもねえ。何がごめんなさいだよ。仲良くしてくださいじゃねえよ、本当に。しょうもねえ、本当。鳥も怒るわ、それは。しょうもねえな、ほんと。いや、怒らないよ。わかったよ。ちなみに、あれだろ？ 36 歳で独身なんだろ？ってことは、そこそこの収入はあるんだろ？なあ、仕事はちなみに何業やってんだよ。35さん。俺のこと養いたいって。私尽くすタイプだってことは年収なあそこそこあるような仕事だと思うから。バツイチだとてめえこの野郎。働いてんのかって聞いてんだよ。この野郎。こいつバツイチ？こぶついてんじゃねえかよお前。しょうもねえな。仕事何やってんだよ仕事。キャリアウーマンなんだろ？本当は。仕事は何やってんのか聞いてんだよ35。35何やってんだよ。何やってんだ？許してやるよ、それによっては。あ、そこそこ自信があるんでしょう。収入がいいんでしょう。おばあちゃんの遺産で家賃で暮らしてる？家賃収入で暮らしてる？いいやつじゃねえかよ。おばあちゃんの遺産で家賃収入？なんだ、誤解してたな。ちょっと後で DM くれ。DM 待ってるわ。DM よこせ。ちょっと、あとはコツで話し合おう。まあ、思ってたより悪いやつじゃなかった。なんかごめんな。ごめんな、誤解してて。ごめん。いや、誤解してたわ、俺。35のこと。家賃収入って響きがいいな、なんかな。遺産か。そうか。月どれくらい入ってくんの？倉庫があって貸してるから家賃入ってる？そうか。36歳でドスケベで金がある。結構いいかも。ちなみに分かった。最後の質問だ。35。最後の質問。もうこれ以上質問しないから。芸能人で言うと誰に似てるって言われる？芸能人で言うと誰に似てるって言われるの？正直一番言われるの。35。正直、芸能人で言うと誰って言われんの？誰って言われんの？同級生とか。研ナオコ？芸能人、30号は芸能人？毎月120万入ってくんだ。そうかそうか。30号、今芸能人で言うと誰に似てるって言われんの？ 30 号は。120万毎月入ってきてんのか、今。竹内結子？今会いに行きますって映画、いい映画だよな。なんだ、誤解してたな。いいやつじゃん。いいやつだな。36歳。
インラン、バツイチ、おばあさんの家賃収入で月収120万。うん。悪いやつじゃないな。誤解してた。誤解してたな。なかなかやるな。インランじゃない。じゃあ俺でオナニー何回やったんだよ、35。俺でオナニー何回したんだよ。正直に言えよ。インランじゃないって、インランじゃないっつってお前オナニー何回したんだ、俺で。なあ。ゆうこはインランじゃありませんって。オナニーは何回しましたって言えよ。ゆうこは72回だろ？ちゃんと書けよ。ゆうこはインランじゃありません。でも和道さんでオナニー72回しました。ごめんなさいって書けよ。ちゃんと言えよ。ちゃんと言えよ。和道さんのことが好きで好きでたまりませんって言えよ、ちゃんと。みんなの前で言ってごらんなさいよ。150人の前で。35、私は和道さんで同じに72回しました。じゃあ今後いいよ、もう反省したみたいだから。その代わり毎回言えよ。73回目も74回目も毎回報告しに来いよ。わかった。今から73回目していいですか？お前、トツかけてこい、この野郎。もう、LINE、俺の LINE、プロフィールページに書いてあるから、トツかけてこい。トツかけてこい。トツかけてこい。どんな声してんのか聞いてやるから。トツかけてこい、この野郎。俺のプロフィールページに LINE があるから。いや、ワドニーは有名だよ。ワドでオナニーするのは有名だよ。有名。なんだ、恥ずかしくてかけらんねえのかよ。恥ずかしくてかけらんねえのかよ。怒ってるワド、バーが優しくしてやるからかけてこいよ。優しくしてやるからかけてこいよ。ワドニー知らないんだ。ニコ生では有名だよ。ワドでオナニーしたら必ず報告、コメントで報告するっていう。ワドでオナニーしたら必ず感想を書かないといけないっていうルールがあったの。叩かないよ。大丈夫だよ。いろんなやつがいるなぁ。ワドニー初めて聞いた。じゃあフワチからのリスナーだろうね。うん、ワドニーは結構有名だよ。うん、ワドでオナニーしたら必ず報告義務があるから。報告義務。初見さんいらっしゃい。こんなにワドさんに相手してもらえて嬉しい。かけてこいよ。いろんなやつがいるな。もうリスナーはしょうがねえな、うん、でも忘れんなよ35。お前は本当は72発俺に花火投げるべきなんだから。ありがとう。
風船ありがとう。和道でオナニー、略して和道にだよ。嬉しくて泣きそう。72号はつけといてやるから、余裕のある時に花火投げろよ。不正和道にしてた。お前56号てめえ何やってんだお前。何やってんだよ。花おワドニーはしてもいいけど、報告義務があるから、報告するのと花火を添えろよ。すげえ興奮するらしいよワドニーは。意外と、いやいや、モテるわけじゃないけど、物好きが集まってくるんでしょ。風船ありがとう。風船ありがとう。物好きが集まってくる。いや、ワドニーは結構いろんな感想が来て面白いんだよ。伝突でワドニーの報告する女性リスナーとかもいたよ。いや、ワドーさん激しかったとか、どういうシチュエーション？いや、電車の中でワドーさんがいきなりとか、その人の性癖がわかるんだよ。じゃあ、わかった。ぶっちゃけた話、女の人ね。ぶっちゃけた話、私、和道さんのオナニーしたことある人って。はい、手挙げ。ネタじゃなくて、ぶっちゃけ和道にしましたっていう人。回数との、何回で私、和道にしましたって。いっぱいいるから。狐枠だから誰だかわかんないから。ほら、いるだろう。何回したかも書いてね。へはいらない。のだけでいい。結構いるから。のだけでいいよ。1回の、ほら、いるだろ ?2 回。10回以上、てめえ、この野郎。54号、てめえ。お前、花火、大花火5発分もしてんじゃねえかよ。5回はした？結構いるでしょ。いや、結構いるんだよ。女性は男子妻を抱えてるから、俺は。男子妻、8回か。結構あるな。結構してるんだよ。3.5 回なんだよ、その 0.5 どうしたんだよ。ちょっと待って。3.5 回ってお前未遂で終わってる 0.5 ってどんなプレイしたんだよ。何 ?3.5 って。親フラ？旦那さんが帰ってきたの？ 0.5 って何？ちゃんと花火投げてた？偉い。偉いよ。でも逆に、その花火を投げないとオナニーできないっていうのが逆に興奮するから。逆に花火今月厳しいっていうのが良くなるから。これはみんなのオナニーを助けてるの。一回オナニー、花火投げたら一回オナニーしたってことだから、報告だから。だから今まで気づかなかったでしょ。祖祖がなんで俺に花火あんなに投げるか知らなかったでしょ。ねえ、あれは、祖祖が俺にオナニーしたよっていう報告だから。俺と祖祖だけのアイコンタクトだと、いいんだよって。祖祖いいよって。そう。だから男リスナーでね、花火たまに定期的にくれる人は毎日やってるよっていうことだから。いや、そういうことだよ。知らなかったの？してから投げるんだよ。そう。先払いはいいの。でも逆に、先に和道に今投げておくっていうことは、先に投げるっていうことは今からするよっていう合図でもあるから、逆に今してるよとか投げてる？ありがとう。投げてる子はちゃんとした子。和道にをちゃんとした子ね。うん、マジだよ。ニコ生の時から和道さんの隠れファンです。ありがとう。別にしてからでもした後でもどっちでもいい。先払いか後払いかはもう人に任せるから。てめえこの野郎、30号おい。てめえこの野郎、何ムラムラしてんだよ。男性もいるよ。ワドニスト全然いるよ。花火と大花火どっちが投げた方が嬉しいですか？54号が投げて気持ちいい方だよね。54号はどっちの方が興奮するんだよ。54号は興奮する方投げろよ。半袖寒いよ。54号が興奮する方投げろよ。あ、声が好きなの。
ちなみにあれだからね、花火師マンスリートップ10位に入ると、LINE でボイスメッセージっていう機能があるから、オナニーを手助けする和道ボイスメッセージが、送られてくるから、もし和道ボイスメッセージ欲しい人、マンスリー10位狙ってください。恥ずかしくてバレちゃうのがワドニーだから。恥ずかしさも込みでワドニーだから。そう。あ、この人で私、オナニーしてるわっていう。どんなん聞かせて。リスナーさんに送るやつ。愛してるよ。いやだからリスナーさんが指定するから、リスナーさんが指定するやつを送ってるね。おやすみ。リスナーさん、それはもうだからマンスリー順位の人から指定されたボイスメッセージを送る。子宮に響くボイスだから、子宮に響くボイス、排卵を促すから。ありがとう。おやすみ。ムラムラしてきたっつって。その後おやすみなさいって、お前完全に、お前73回目だろこれ。完全にオナニーする気満々じゃねえかよ。胎教にはいい。2人目宿しちゃうね。お腹にいる赤ちゃんが妊娠する可能性がある。お腹にいる赤ちゃんが女の子の場合、その赤ちゃんが妊娠するって言われてるね、俺のボイスは。だから胎教に悪いね。悪いです。すごくエロい女の子が生まれてくるから。ドリチンのモテ方半端ないよ。あと絶大なね、おっさんにモテるからね。おっさんだけどいいのっていう。何言ってるか分かんなくなってきた。俺も分かんない。おはよう。マンスリー下がってるのは俺の責任じゃなくてリスナーの責任だから。ここ勘違いしないで。マンスリーランキングを上げるか下げるかを決めるのはリスナーさんだから。俺のせいではありません。下げたのはリスナーさん。上げたのもリスナーさん。好きにしてください。変わってないね。ドルさんはセックスは絶対下手。で、セックスが下手だったら、今日体調悪かったんだよとか、トレーニングがあって言い訳をするタイプ。絶対に言い訳をするタイプ。今日はなんかおかしかったなーって、あれーっていうタイプなんで、絶対そのタイプ。なんかあるんだよこういう日って言いそうでしょ。それを毎回言ってくるタイプだよ。俺はセックスとかいうレベルじゃないから。宇宙旅行。ルサンチマンじゃないよ。だから俺彼女長いじゃん。振られないじゃん。
だって女性に俺のセックス語ったら和道は絶対うまいってみんな言うもん。だから俺女の人追っかけなくていいもん。女の人寄ってくるから。なんでかって本能レベルでこいつセックスうまいって。女性に聞いてごらん。ドレさんと和道どっちがセックスうまそうか。指の動き、佇まいでわかるんだよ、女の人は。セックスうまいかどうか。ドレさんと俺どっちがうまそう、セックス。あー気持ちいい気持ちいいって言いそうだよね。ここだろここだろって言いそうだよね、うん、絶対俺だよ絶対俺、うん、俺はまあ俺とセックスをした女性が、まあだからね、セックス下手なやつほど暴露枠をされるんだよ。俺は暴露枠されないでしょ。女性スキャンダルないでしょ。なんでかわかる？和道とセックスできなくなるからだよ。和道なしでは生きていけないからだよ。もうこだわりなくなってきたね、だんだんね。ニコ生出身だから匿名の方がやりやすいんだよね、悲しいことに。セックスって体でするもんじゃないから、心でするもんだから。もっと厳密に言ったら脳でするもんなの。ここを開けるかどうかな。わかる？ここね、こことここ、こことここ。テクニックを超えてるから。もっと具体的にコツを教えて。ああまあ女性リスナーさん、じゃあ僕が言ったことを男性リスナーさんにセックスを教えてあげるんで、正解だったら正解って書いてもらっていいですか。セックスの経験の浅い男性リスナーさんに僕ゼミナール開くんで、女性リスナーさんちょっとお手数なんですけどね、正解だったら正解って書いてくださいね。うん、分かってない。セックスっていうのはね、セックス上手い男とすると気持ちいいんじゃないの。好きな男とセックスするのが気持ちいいの。はい正解、はい正解いただきますよ。わかる？はい正解、ありがとうございます。君たちはテクニ、正解でいいですね。はい正解、君たちはだからセックスでき、セックスが下手だって言われるの。わかる？テクニックの話出したら正解だけどでいいの。正解は正解でいいの。まあ順番があるから、順番があるから。テクニックを先に、要はね、男のセックスね、うまいっていうのは大体俺こんなに早い、こんなに太い、こんなに長い、こんなにすごい。要は回数とスピードの、こんなのいらないから。こんなのいらないから。不干渉なんです、うん、テクも必要だよ。テクニックを超えることはできるよって。テクニックを話したら俺はすごいですよ、うん、でもまずは基本の木からね。基本の木から。本当のことを言うとね、女性は、感覚器官で言うと視覚野じゃなくて聴覚野でするの、うん、
だから、実は視覚情報より、男は視覚情報でセックスをするんだけど、女性っていうのは聴覚情報が大事なの。あとは妄想。だから、簡単に言うと、いかにとろけさせるかなの。はい、正解いただきました。はい、正解ありがとう。そう。だから、女性っていうのは、いかにエロいスイッチを押すかどうかの。だからね、簡単に言ってあげる。テクニックも重要って言ってるのは、ごめんね。女の子ごめんね。テクニックも重要って言ってるのは、正直俺から言わせたら、セックス、いいセックスを味わったことない子なの。いいセックスをしてないからそうなってるの。俺はシチュエーションと環境と脳をスイッチを押すから。そうなると何をされても気持ちよくなるの。何をされても気持ちいい状態を作ることができますかって話なの。そう。変性意識っていうのね。専門用語で言うと。トランス状態とか変性意識っていうなんでか教えてあげるよ。なんで彼女が最近俺とセックスしたくないか。怖いんだよ。怖いの。これ以上壊れたら死ぬって分かってるの。次、和道とセックスしたら私死んじゃうって分かってるの。怖いの。俺はセックスっていうのはよく3段階あるって言われてるでしょ？ 3 つあるって言われてる。俺は違うと。7段、上に4つあるって。で、ぶっちゃけた話、6番目しか連れていけないよって。ね、クリトリスで行くとか中行きとかいろんなのあるでしょ？ね、だけど、その俺はさらに上に4つ知ってると。ただ君のことは6番目にまでしか連れていけないよって。なんでかわかるって。7番目は君が死ぬ時だよって。さっき言ったじゃん、変性意識状態とはって。何されてるかわからないっていう状態よ。脳がとろけちゃってるから。そう。だから俺は喘ぎ声で一番聞く喘ぎ声はわからないだから。何されてるのかわからないの。え、違うよ。行くっていうのは脳の感覚だから脳で行くんだよ。みんな体で行ってると思ってるでしょ。実は、その粘膜だから性器っていうのは、焼き切れちゃうんだよ。1分ぐらいで。だから実は想像だけで行ってるんだよ、あれ。擦られて気持ちいいじゃないの。行くふりがうまい嘘つきなおばあさん。バカだね。行くふりなんかできないよ。気絶してるんだから。彼女は気絶してるんだから、毎回俺とのセックスで。俺が付き合った彼女全員そうだよ。ベッドの上から動けないんだから。気づいたら朝だから。行くふり？そんなのないね。不可思議だと思ってればいいじゃん、童貞君たちは。わかんないんだから。わかんないものは嘘じゃない。女性がこんだけ正解だって言ってるんだから。テクニカルなこといっぱい話せるよ。例えば肌っていうのは、こういう風に撫で下ろすのも大事なんだけど、実は肌の表面っていうのは鱗みたいになってるの。だから感覚器官っていうのは、このフェザータッチができるようになったらこう持っていくの。その方が感じやすいのとか、こういうテクニカルな問題いっぱいあるのよ。どういう風に触ったらいいのかと。ね、わかる？そう、わかる？承認を出せ。のりこ寝てるじゃん。そう、俺のセックスはディープだから、行きっぱなしなの。簡単に言ったらずっと行ってる状態なの。考えてみて、ずっと行きっぱなしなんだよ。わからなくなるでしょ。いや、本書いてくれじゃなくて、だから、AV 監督だからやらせてくれって言って、やろうってなったんだけど、話なくなっちゃったんだよ。
本なんていらない、生放送でこうやって聞けるんだから、フェイストゥーフェイスで、女について語ってほしい。まあじゃあ簡単に言おう。男っていうのは抜くときに動画でしょ、動画でしょね、あとエロ本でしょ、視覚情報8割の。女性は何で抜いてるかってわからないでしょ、何で興奮するか。小説であったりとかイメージであったりとか、音なの、音なの、特にトリガーなのは。だから俺は初めてセックスする彼女とか、なかなか行かないっていう彼女に聞くの。普段どんな妄想でオナニーしてるのって。え？って言われるの。いいんだよって。いいんだよって。セックスする前のカウンセリングで。普段自分では行くよねって。男性では行かないよねって。その通りはどうすかって。なんで分かったのって。自分でオナニーしたら行くんでしょ、どんな妄想でやってるのって。こういうのなんだよって。恥ずかしいけど言ってくれる。そんなんでいいのって言ってあげるの。わかる？そんなんでいいのって。そういう風なのが興奮するんだねって。じゃあこういうのはって。これが実はもう始まってるの、セックスが。実はバーカウンターで飲んでる時にもうセックスが始まってるの。前戯が始まってるの。わかる？スイッチが入ってるの。もう彼女は俺とね、俺とマティーニを飲みながら、俺はマティーニ転がしてるから、こうやってドライマティーニを転がしたら、そんなんでいいのって、こうしたいんじゃないのって。もう彼女はもう抱かれたくてしょうがない。うん、俺はマティーニを転がしてる、こうやって、そう、葉巻をたしなみながら、そう、正解でしょ。そう、イケメンに限る、違うね、イケメンに限らない、分かってない、分かってない。じゃあもう一回女性から正解もらうよ。イケメンは意外とセックス下手、そこそこイケメンなのかブサイクな分かんないやつほどセックスうまい。これ絶対正解くるから。イケメンはセックス下手です。セックス困らないから、下手なの、テクニック磨く必要ないから。正解でしょ。ほら、男のコメント、童貞コメントと女性のこれだけ、そう、これはこれマジだから、全部女性から正解もらってんだよ。うん、イケメンは基本的に女性から寄ってくるから来らないの。俺みたいなブサイクなんだかかっこいいんだかよくわかんねえやつが一番うまいんだよ。で、あとは言うの、セックスが始まったら言うの、気持ちいい時には必ず気持ちいいって言ってって。俺は今から君の体をありとあらゆることを試すと。これから3時間僕は君の体をありとあらゆるアプローチをかけていろんな触り方をすると。気持ちよかったら言ってって。必ず教えてっていうの。わかる？俺がすごいじゃないの。彼女がどこが感じるか常に探していくタイプなの。わかる？その人が気持ちいいところを探すのがセックスだから。え？マグロ。おはよう、飲んじゃう。何？マグロ。え？マグロ。せせせせせせ。その話まだ続くの？いや、ちょ、今いい感じだからちょっと待って。今すっごい。飲んちゃん、大丈夫だよ、ゆっくり寝てて。今
いや、マグロはいい、マグロ食べたいの、明日。スーパー。マグロ買ってくるよ、明日。スーパーで買ってくるよ。中トロ？違う？おいしいマグロ食べさせてあげるから。お疲れい。寝ようか、そろそろ。もういいでしょ。寝る？もう。寝る？赤身でいい？寝る？寝る？もう花火上がんないし。もうこれ以上続けてもね。いや、花火上がんないじゃん。もう。だから、セックスっていうのは奥が深い。奥が深いのね。奥が深い。脳と心だよって。二つで済んだよって。今日は無理かな、もうお開きかな。花火ありがとう、続けようか。花火ありがとう、続けたい、続けたいの、まだ聞きたいの。欲しがりだなぁ、今日の和道ギャルズは欲しがりだなぁ。まだまだ知りたい？いいよ、何でも質問して。セックスのことなら、セックスのことなら何でも質問して。全部教えてあげる、俺が全部教えてあげる。セックスが何なのか教えてあげる。男性にはどうしたらいいんですか？あ、女性が男性に興奮するセックスっていうこと？女性が男性を興奮するセックスっていうことですか？そうだな。これはね、奥が深い。これはすごくテクニカルな話になってくるし、女性が今度、え？ってなって、男性が正解って言い始めるけど、いいの？いいの？じゃあ、例えばのシチュエーションで言ったら、例えばのシチュエーションで言ったら、ラブホに入りましたと、少しお酒が入ってて。で、シャワー浴びてくると。で、女性が先に入ってほしい。女性がシャワー入って。で、男性がシャワー入ってくると。帰ってきたら、服を着ておこうか。はい、魔法がかかった。そう、服着てみようか一回。服着てみよう一回。脱いで着てみよう。いや、これはもう本当逆転の発想。本当に逆転の発想。質問どうぞ。セックスが嫌いな女子にはどうすれば？いい男と出会うゲームだね、本当に。いい男と出会う。なんでかっていうと、服は武器なのね、俺にとって。服を着てないとできない技が、ガウンとかパジャマなんてありえねえわ。あ、ない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 。着てきた服を着て。そう。着てきた服を着て。ガウンとかパジャマとかブラジャーも全部つけるよ。一回リセットしないとダメ。男はそれでおってなるから。男はそれでおってなるから。痛い時にはどうすればいいんですか？痛い時はもう感じてない時、濡れてない時。要は男がダメ。別れなさい。痛い時どうすればいいんですか？別れてください。好きな男として痛いわけがないから。違う。服は着るもんじゃない。脱ぐもんだ。浅い。服は着るもんじゃない。脱がせるものだから。
仕事帰りのスーツも一回着てみようか。一回着てみようか。ローソンなんかいらないから、うん、そうラブジュースが勝手に出てくるから。そうローションが家にあるやつは信用したらダメ。ラブジュースはひねれば出てくるから。俺はローション嫌い。少ない人はいる。じゃあね、少ない人はこれはね、経験豊富な和道リスナー、女性リスナーね、特にだったらわかる。濡れ本当に興奮した時は濡れて濡れて止まらないから、これは和道ギャルズだったらわかるの。逆にそうじゃないと最高のセックスってできないの、うん、そこまで持っていかないとラブホテルには連れて行っちゃダメ。自分の部屋の中に入れてっちゃダメ、うん、じゃあちょっと俺の体験談聞きたい？ねえ、俺のリアルな体験談聞きたいの？じゃあ分かった。花火があと8発上がったらのんちゃんと変わるよ。そしたら経験者の話聞けるから。あと8発花火が上がったらチェンジしようか。リアルな体験者の声聞けないよ、なかなか。俺のセックス経験した女性から。あと8発花火上がったらもう直伝。先生の体験者の声聞かせるよ。そうしよう。あと8発でチェンジします、うん、チェンジします。ただこんな機会なかなかないよ、うん、本当に人生変わるよ、人生が、うん、みんなでね、みんなで8発だから余裕のある人にお願いして。花火師さんに聞きたかったら花火師さんにお願いして。一人が8,000円払うんじゃなくて、1,000円が8人って考えて。聞きたい人は花火師さんにお願いして。いや、もうのりこは語りたいはずだから。のりこは。いかに俺がセックスうまいのか。うん。いかにセックスがうまいのか聞いて、のんちゃんに。塩吹かせられるの？塩吹かせたくない人もいるからね。それはだから塩吹きたい子は吹かせられますよ。 100% 100% 吹かせられますよ。だから吹くのが怖い人もいるから、うん、それは人による、うん、まあのりこは今濡れてるだろうね、うん、窓絶対下手。男だろこれ。女の人はこんなこと言わないよ。じゃあ聞いてごらん。あえて聞いてごらん。今の話聞いて、ワドうまいと思った人。女性リスナーで。ワド絶対セックスうまいと思った人手挙げて。どれだけいるのか見てみて。絶対うまい。ほら、わかったでしょ？あ、ワドうまいはテクニシャンだわ。絶対わかったはず。そう、女性は嘘つかないから。ほら。ほら。うん、塩は感じてるわけじゃないのね。うん、な？これがリアルな声だよ。これがリアルな声。だから男は分かんないの。男は分かんないの。男は分かんない。いつもそうなの。手満する時の指っていうか、もうね、その話が論外。その話が論外、俺からすると。そんなね、何パターンあると思ってんのって、何パターンあると思ってるのって。女性は見てるから。俺がコップを持っただけでもエロいっていうのが分かってるわけよね。コップの触り方でも分かるわけ。あ、この人絶対うまいわって、うん、分かってねえな本当に。
俺だってこのコップ行かせることできるよ。このコップ行かせることできるよ。このコップを行かせられないんだったらセックス語るなよって話よ。無理でしょ。うん。行かせてみて。はい、もうにわかなは分かった。もう伝わってる人には伝わってるから。このコップすでに3回行ってます。この枠の最中にもう3回行ってるんです。行かせてっていう。はい、もうにわかにわか分かってる人は分かってるから、もう3回行ってるの。すでににわかだわ。分かってないね、本当に。じゃあのんちゃんと変わってみる？なに、のんちゃん、俺のセックスの体験談ちょっとみんな聞きたいんだって。頼むよのんちゃん。もういいよ、本音で語っていいよ。俺聞いてないからね。席入れ替わってのんちゃんとコメント欄だけでいいよ。どう？ちょっと頼むよ。顔今あれ切るから、のんちゃんの聞きたい人手挙げ。リアルな体験談これでいくよ。うん、はい、のんちゃん来てって。心押してかかれよ。いや、でも反省しかないよ。え、いいよ、質問に答えて。どれくらい俺がセックスうまいか全部答えて。帰りました。まず和道さんはお風呂に入れてくださいって言います。で、体洗ってって言って、で、その後フェラしてって言います。マグロです。おはよう。で、フェラしてって言って、ゆっくりフェラしてって言います。で、いいよ、そこいいよとか言いながら、で、ゆっくりフェラしてって言って、ああ、行っちゃうからとか言って、早漏なんでフェラしてもすぐ行っちゃいます。その後は、フェラで気持ちよくなった頃にのんちゃんの中に入りたいなって言い始めて、で、また今度動かさないでって言って、動かすと言っちゃうから動かさないでって言います。ソロの方が楽でいいんですよ。あきつねちゃん、パーフェありがとうございます。なので、ワドさんはテクニックもクソもありませんよ。じゃあ、もうのんちゃんもあれですよ、気持ちよくなりたいときは、のんちゃんも気持ちよくさせてよって言わないと、のんちゃんのことも気持ちよくさせてくれないです。みほはん20回ありがとうございます。
のんちゃん気持ちよくさせてよって言わないと手間も何もないです。和藤さんはあの大体はフェラして自分が気持ちよくなったらもう3秒で寝ます。そういう、あ、メガホン、キツネちゃんメガホンいっぱいありがとうございます。こんぐらいだと思うんですけど、どうですか、ワードさん。あれ？いつもそうなんですよ。いや、全部聞きたいこと、聞きたいことを3つぐらい答えてあげて、あと3つぐらい。あと3つぐらい？なんか質問ありますか？払いたい。のんちゃん生きてて楽しい。のんちゃん、のんちゃんは気持ちよくなりたい。気絶しているのは和藤さん。そう。和藤さんの方が気絶して3秒で寝ります。のんちゃんはいけるの。そうですね。のんちゃんも、あの、行くときは行きます。風俗嬢と同じじゃんって言われてる。和藤さんのは大きいですか？こんぐらい、2センチぐらいのが、1、2、3倍ぐらいになるぐらいです。うん。愛を感じますか？愛は、セックスね、愛は、関係ない。和道のチンチンは2センチです。みんな小さ小さっつってる。うん、うん、ね、2センチが3倍ぐらいになるぐらいだと思うんだけど、おかしいね、そんぐらいだと思うんだけど、3センチぐらい、3センチが 6センチ。あ、そう、答えたよ、和藤さん。終わった？うん、はいはい、よいしょ、ありがとう、はい、ありがとう。伝わった？俺のテクニック伝わった？大体分かったでしょ。大体分かった。まあまあっていうように、そのセックスっていうのはすごく奥が深い世界の、その男の人が考えてるのと女性が考えてるセックスっていうのに大きな隔たりがある。だから女性の側に立ってセックスっていうのを想像するで、最高のセックスっていうのは自分勝手なセックスじゃなくて、相手を気持ちよくすることだけにお互いが集中してる状態っていうのが俺は最高のセックスだと思うから。だから自分が気持ちよくなるだけじゃなくて、相手を気持ちよくすることだけを考えてセックスをしてみてください。それじゃあ、お疲れ。バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。